にちは、こんばんゆうころです。公式放送まとめパート2。いきなりパート1でね、動画区切らしてもらってパート2で再開したわけなんですが、なんでこの新システム V 破壊で動画を区切ったか、皆さんぜひね考えてみてください。ということで、アップデート情報続きいきましょう。新システム V 破壊登場。なんか聞いたことあるな、なんか聞いたことあるな。でもちょっと見ていきましょう。今後の新ダンジョンで特定部位を破壊できるモンスターが登場します。これめちゃくちゃ面白そうだし、結構革新的なアップデートになってると思います。まあ、ちょっと詳しく説明していきたいんですが、まず特定部位を破壊できるモンスターが登場します。まあ、こいつだったら両腕かなが破壊できるキャラになっていて、今までのパズドラと違ってこの部位を破壊することができるっていう新しい要素が追加されます。で、こんな感じで V 破壊では、肩や腕など特定部位に攻撃が可能になります。まあ、尻尾とかも、あー、まずいまずいまずい。はいはい。で、V の HP をゼロにすると、V 破壊が成功となります。V 破壊をすると、稀に特殊な素材がドロップすることもありますという感じになっております。はい。で、ちょっとこれ、詳しくね、説明させてもらえればなと思うんですが、V 破壊の特徴としては、シールドとか、超根性とか、今までのクソうざいギミックと違って、特定部位を破壊するしないは、皆さんの自由です。例えば、そもそもダンジョンをクリアしたい人だったら、V 破壊なんて完全に無視して、キャラだけを倒すってことが、最初からできます。そう。最初から本体を殴る、HP を削るということも可能なので、これがシールドとか超根性と違っためちゃくちゃ面白い要素かなと思います。報酬欲しければ V を破壊する、報酬いらなければ V をスルーすればいいということで、すごい面白そうですね。さらに言えば V 破壊で敵の攻撃力が上がるとか、 V 破壊で敵のなんかギミックが発動するとかがあれば、初心者の方は最初から本体を殴って倒す、中級者の人は V 破壊を1個狙う、上級者の人は全 V の破壊を狙うみたいな、そういうダンジョン内で分岐が起きたりして、こういうのもすごい面白くなるんじゃないかなと思います。もちろんコーナーダンジョンでも実装される可能性高いと思いますが、まあ、しばらくは降臨とか、あとはコラボダンジョンに、コラボダンジョン、コラボ V 破壊、まあ、とかでね、様子になるかなとは思います。まあ、なんですごい面白いシステムかなと思います。やっぱシールドとか超根性みたいな、ただ不快感のあるギミックじゃなくて、破壊することで報酬がもらえるっていう任意のね、ギミックが実装されるのはすごい面白いと思いますし、今までのパズドラになかった革新的なアップデートになってると思います。ちなみに V は無属性で、本体は普通に属性あるって感じになりますので、例えばシールド破壊と同じような感じで、V 破壊に関しても、無属性に対して削り切る火力が必要になります。はい。で、まあ、だからキラーとかももちろん刺さりませんっていう感じになっています。そしてもちろんこちらがね実装されるということなんですが、 V 破壊のドロップ率はとても低いです。多分 10% とかなのかな、なんかヤマピーのニュアンス的にはかなり低いっていうニュアンスを使ってたので相当低いと思います。ですが V 破壊ボーナスという覚醒スキルが追加されまして、これが V 破壊素材のドロップ率が 10% 上昇してくれます。つまりですね、例えばこれを6個武器で積んであげるとしたら 60% ね、武器全部積んであげたら上がったりしますので、 V 破壊ボーナスも非常に強いものになってるかなと思います。結構他のゲームにもあるようなドロップ率増加と似てるような感じになっていて、パズドラももちろんね、ベロアとかドロップ率増加してくれるんですが、そうではなくて V 破壊だけのドロップ率を増やすっていうのもね、また面白いかなと思います。ヤマピーの発言的に武器での実装がメインで、まあ、多分キャラにも一応実装はされると思いますが、主には武器破壊、ごめんなさい、武器で V 破壊ボーナスが実装されることになるかなと思います。もうこのシステムはめちゃくちゃ面白そうなんで、結構ここ最近のパズドラですごい新しく革新的な面白いアップデートになってると思います。ちなみにじゃあ V 破壊して何ができるんですかって話なんだけど、 V を破壊すると激レアな素材が落ちます。そしてその素材はモンスター交換所で特別なモンスターと交換が可能になっていると。で、覚醒スキル V 破壊ボーナスを持つモンスターを編成して効率よく V 破壊の素材をゲットしようという感じになっております。だから交換所でね、例えば、普通にキャラをゲットしたりとか、あとは進化素材で V 破壊が使えたりとかするらしいです。これめっちゃ面白そうなんだよな、超良くない？こういうアップデートすごい待ってたんだよな。なんかただギミック実装して、そのギミックに対して対策をするみたいな、今までのおもんないあれと違ってね、シールドみたいなクソみたいなギミックと違って、これはユーザーにとっても任意だし、なおかつ壊すとメリットがあるっていうのはすごい面白いと思います。個人的に今年で一番好きどころか、ここ数年で最も好きなアップデートになるかなと思います。ぜひね、運営さんにこんな激アツな要素実装してくれたんで、これ擦りに擦りまくって、これすごい面白いんでね、パズドラにちょっとね革命的な要素増えていけばいいなと思います。はい。そしてもちろん今後の新ダンジョンで特定部位を破壊できるモンスターが登場していきますので、これもね、どうやら降臨かなんかの新キャラらしいです。楽しみですね。はい。
バージョン 21.7 アップデート情報は8月の下旬に実施予定となっております。ということで皆さんお待たせいたしました、コラボ情報イエイ。もう何が来るか分かりますよね。ということでモンスターハンターコラボです。そらそうそらそう、マジでそらそう、それしかなくない？それしかない。だって V 破壊実装されて何実装するんですか。そらそう、マジでそういうことです。さあということで見ていきましょう。モンスターハンター20周年コラボということで、もちろんね新キャラ実装されます。 V 破壊も実装されて、もうモンハンのためのコラボみたいなもんですよね。 V 破壊ってめちゃくちゃおもろいね。モンハンがコラボ来るということで、 V 破壊も新しくアップデート実装されます。ということでまずは新登場キャラから見ていきましょう。ナルハタタ姫&イブシマキヒコですね、こちら新しく実装される新キャラクターとなっております。はい、まあ、属性的には火と闇かな、見た目的には光と闇かな、ちょっとわかんないですけど、どんな感じになるか楽しみですね。性能発表はまだされていませんので、また発表され次第チェックしていきましょう。そしてこちらゴアマガラ進化ということで、ジャガルマガラです。なんとゴアマガラからちゃんとね、ゴアマガラからねちゃんと、ジャガルマガラに進化してくれるということで、どうやらこれ進化だったかな、確か、うん、進化ですね。究極進化ではなくて進化するらしいです。はい、こちらもすごい楽しみなものになっているかなと思います。そしてこちらティガレックスアシュですね、こちらアシュとして新しくガチャに新登場いたします。まあ、残念ながら既存キャラの進化とかではないので、まあ、あくまでアシュとして新キャラとして実装となっております。ぜひともね皆さん引きに行ってみてください。そしてからのこちら神王がアシュですね。はい、神王がアシュに関しても、こちら実装されるんですが、これはですねなんと、新キャラとしてあくまで降臨キャラで実装されます。はい、これ注意点として降臨キャラなんでね、このティガレックスは普通の新キャラなんですが、ジオンガに関しては降臨キャラとしてアッシュが実装されるらしいです。これ V 破壊とかできたらめっちゃいいですよね。で、続きましてこちら、これは希少種として多分ガチャキャラ実装かな、リオレウス希少種&リオレイヤ希少種が実装されます。めちゃくちゃ楽しみやね。僕モンスターハンタースイッチ版しかやったことないんで、モンハンあんま知らないんですけど、まあ、しかもそのモンハン初めてやった時も僕笛吹いてただけなんですよ。モンハンってさめちゃくちゃ難しいじゃん。いやわかんない、みんなはもう慣れてるから簡単で人もいるかもしれないけど、初心者が一発にやるとやっぱ難しかったのね、スイッチ版で。俺のやってた職業が、俺笛吹く職業やってたの、あれが一番楽しくて、音ゲーやってるみたいですごい楽しくて、で、まあ、そこまでよかったんだけど、ずっとパーティーでやったから俺後ろで笛吹いて、そのもうモンハンありえないぐらいやってるやつ、もう厳選とかしてるやつがね、その勝手にキャリーしてくれて、俺笛吹いてただけなんで僕あんま知らないんですけど、リオレウス希少種&リオレイヤ希少種がこちら実装されます。そして、まあ、これ見てもらったら分かると思いますが、一部モンスターはなんと V 破壊に対応します。そういうことよね、そらそう。なので、ぜひともこちら楽しみにしておいてください。そしてこちらゴレンのおまけガチャにポカポカアイルームラデラックスガチャのキャラクターが復活いたします。なんとこれ新キャラがありまして、こちらラフィーネコ&クルトビネコが新しく、実装されます。でこれもちろんおまけガチャでゲットするんだけど、どうやらモンスター交換所にも実装されると思いますので、おまけガチャをめちゃくちゃ引く沼る必要もないのかなと思います。魔法師システムではなくて、あくまでモンスター交換所にも実装されるらしいですという感じですね。モンスターハンターコラボはなんと今月末の8月31日土曜日よりコラボ実施で、ね、楽しみにしていきましょう。ということで今回ですね、モンスターハンターコラボの詳細話す動画でした、そして V 破壊も新しく実装されて、パズドラに革命的な情報来ると思うんでね、ぜひよかったら皆さんねパズドラ楽しんでいきましょう。ということでチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。